川口支隊主力は未開のジャングルに分け入った。まともな地図もなく、磁石だけを頼りに道を切り開いていかねばならなかった。60丁の機関銃と20門ほどの大砲が分解されて運ばれた。しかしこれらの武器はあくまで発生突撃を援護するためのものであった。最終的に野員に乗じて銃剣で突撃する戦法に変わりはなかった。何もないところの海に行って、俺は今どこにいるんだということと全く同じなんですね。作戦開始の直前、辻参謀が大本営に送った電報。密林の障害の度は予想以上に軽いない。しかし険しい山道を切り開きながらの行軍は困難を極めた。これが、まあ、実際は1週間もかかっているというのは、1日に10キロも歩けるなということですね。そういう予想は誰もしなかったんじゃないでしょうか。10月23日、前線の辻参謀の報告。未だ敵に発見せられあらず、飛行場付近の敵は手に装しつつある辻に伝え、攻撃位置を変えるよう要望した。だが進言は退けられ、川口少将は攻撃前日突然支隊長を罷免された。10月24日日本軍は最後の攻撃命令を下した。天佑神女により一挙飛行場付近の敵を撃滅せんとす。命令がはっきりしてないんですよ。形容詞ばっかりが多くて、天佑神女によりのがね、突撃で生死に答えべしなんて、だってどうやったらいいかってね、このまま突撃して、撃滅したらそれで、生死に相続ができるかどうかなんて、どういうふうにしたらいいかっていうのは第一線で本当に分からなかった。攻撃直前2度の失敗を大本営はどのように受け止めたのか。この時現地に派遣されていた井本参謀は、敵防御は強く兵力装備の増強なくば三度同じ失敗を重ねると断言。しかし大本営はこれを弱音としか受け止めなかった。井本参謀の考えは少しから消極的だというような考えです。それに対してはよく分かったが、それほど心配せんでもいいというような反応の電報が来ると。もう少し元気を出して、とにかく、鉄砲が頼んでも、太陽が頼んでも、気合で敵をやっつけなきゃ、こういう気持ちの方が強いけれども、気合だけでは実際はいかないと。食料も尽きたガダルカナルの悲惨な現状を報告したが、撤退の進言はしなかった。辻参謀に、この選挙を君はどう思うかと、俺僕は尋ねたわけ。そしたら辻参謀はね、野村藩の戦よりも難しいと、ああいうことは言えない。それ撤退するとかどうとかいうことは、それは上で決めることだとしてもね、こういう事情でその成功の見込みはなかったと、ないということを言うのが参謀の務めだと思いますな。派遣された代名から派遣されたものの日本兵発表、ガダルカナル島に作戦中の部隊は昨年8月以降引き続き上陸せる優勢なる敵軍を道東の一角に圧迫し、激戦関東、翼敵戦力を撃砕しつつありしが、その目的を達成せるにより、2月上旬、道東を撤し、谷天心、せしめられたり、